エマニュエル・ムタイは、ケニアの陸上競技選手、専門はマラソンを、主とする長距離走。2007年アムステルダムマラソン男子優勝者。同年には、ポルトガルハーフマラソンで優勝した。2009年世界陸上競技選手権、ベルリン大会男子マラソンでは、同国のアベル・キルイニ・ニツグニーに入り銀メダルを獲得した。2011年のロンドンマラソンでは、 30km から 35km を14分16秒、35km から 40km を14分29秒という高ラップを刻み、後続を突き放し、2時間04分40秒の大会記録で優勝した。この優勝で2010から2011シーズンのワールドマラソンメジャーズ制覇を決定づけた。2012年のロンドンオリンピックでは、 有力候補の2時間03分38秒の世界、記録保持者、パトリック・マカウ、飛行人ながら2時間03分02秒の人類最速タイムを持ち世界最強と歌われる、ジョフリー・ム・タイラを退けて、ウィルソン・キプサング、アベル・キルイと共に、ケニア代表に選ばれるが、レースでは途中で遅れてしまい、結局17位に終わった。2013年のシカゴマラソンでは、 デニス・キプルト・キメットには、敗れたものの、2時間03分52秒で2位に入り、再び世界歴代10決の仲間入りを果たした。2014年のベルリンマラソンでも、デニス・キプルト・キメットに再び敗れたものの、2時間03分13秒の公認世界歴代2位を記録。デスルター・ドース、リザルタッツ、リザルツ2007ポルトガルハーフマラソン2010年4月13日、閲覧。 ありがとうございます。